デイビッド風間のホープアベニュー。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーでは希望あふれるバイブルからのゴスペルトークをお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。2020年9月も始まりましたということでですね、もうどんどん日にちは進んではいるんですけれども、秋の兆しというのはもう来ているんでしょうかね。まあ、北海道の方だともう涼しくなりかけているんでしょうか。また沖縄の方だとね、まだまだ暑いよということもあるかもしれませんけどもね、まあ、地球温暖化ということが言われてまして、まあ、私はよくわからないんですけどもね、原因がどこにあるのか、まあ、太陽がね、活動が強くなれば暑くなるっていうのも当然かなという気もしますし、まあ、他の原因があるんでしょうかね。私の知っている東北の漁師さんもやっぱり取れる魚が最近変わってきてるんだよなんていうねお話も直接聞いたので、確かに、この地球上の気温とか、海流ですとかね、そういうのは確かに微妙に変わってきてるんでしょうね。まあそんな中でこの暑い夏を経て、まあ、秋の入り口の今ですね、今年も綺麗な、私はあの紅葉を見たいなと思って今からワクワクしてるんですけどもね。はい、それでですね、まあ、紅葉は美しいんですけれども、今日は何をお話ししたいかというと、荒野ということをちょっとお話ししたいなと思っています。皆様、荒野というのは、ご覧になったことあるでしょうか。まあ、私は以前イスラエルを旅にした時に、本当にまさにですね、エルサレムのすぐそばにある荒野を見てまいりました。まあ本当にね、私は行ったことないんですけども、月の表面ってこういう場所かなと思うぐらいですね、もう山があるんですけど、一切この木が生えていないという山に、山道を通って行ったことがあるんですね。でも本当にそこはですね、命というものを感じ取ることのできない荒れた土地でした。山の格好はしているんですけれども、全く灌木も木もないというのはですね、この緑豊かな日本に住んでるとあまり見ない光景かなと思うんです。砂漠もね、もちろんそうなんですけど、山に木がないっていうのは、ちょっと不思議な感じがしましたね。でもですね、このバイブルはその砂漠の宗教とか言われているんですけれども、どういう言葉があると、私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだというバイブルの言葉があります。荒野に水って、最も水のないところに水を出すということですよね。荒れ地に川、まあ、そもそも雨が降らないところですから、そこに川を生み出すと、そこにですね、なんと私の民、私の民というのは神様を信じている民ということなんですよね。だから私たちが神様を信じます。この全知万物を作った全知全能偏在唯一の誠の神を信じた瞬間にですね、私たちの人生がどんなに荒野であっても水が湧き出てくるんですね。どんなに荒れ地だと思った人生でも川が流れてきます。まあ、イスラエルではですね、実はあの荒野荒れ地はあるんですけども、1月頃に大雨が降ります。そうするとですね、普段水のないところに土石流がこうパーッとこう出てくるんですね。ですからよく見ると川底みたいなところはあるんですが、1年に1度ぐらいしかこう川にならないと、ね、これはあの本当に私たちの人生を表してまして、本当に荒れ地だけでも必ず川は流れるんですね。でもそれはどういう時か、はい、書いてありました。私の民、私の選んだものとなった時なんですね。ではどうやったらそういった荒れ地から水が流れる体験ができるかというと、神を信じる時にそれが実現します。はい、これが今日のゴスペルメッセージでした。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you. And please remember, Jesus loves you. Bye bye.